中で栗きんとんって言ってたよね。はい、あ、それ芋か。芋です。前なんか芋が好きやって言うとったもんね。そうですね、もう今の時期は芋ですね。むしゃ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 いきます。これが食べ物だ。はい、座って。はい、これが食べ物だと分かったんで。健太くんに、はい、衣装の方着ていただきてね。頑張っていきたいぞ。はい、そうです。わかります、自分で手、はい、通すんです。ありがとうございます。ですが皆さん、手は通せるんですけど、あのボタン閉められません。ボタンは僕が閉めます。そういうこと。さあ、それではお待たせいたしました。健太くん頑張って、よっほっ。さあ、それでは皆さん、こちら一発成功決めた時は健太くんに大きな拍手よお願いいたします。はい、はい、決まりました。さあ、戻ってきてた。決まった時のポーズ、はい、はい、決まりましたよ。はい、決まりました。はい、ありがとうございます。よく頑張りました。ありがとう。さあ、皆さん、見るだけで演技のいい猿回し。さあ、引き続き演技のいい技をご覧いただきましょう。止まって、まだよ。さあ、続いての技なんですが、多分大人のお客様一度はやったことあるよとお客様多分いらっしゃるんじゃないでしょうか。小さなお友達、やったことあるかな。こちらです。うわー、頑張れ。あります。あー、正解でございます。エンタ君サイズの秋馬です。さあ、まだ乗れるところからご覧いただきましょう。わかりますか皆さん、これ乗ってるんじゃない、掴んでます。このようにしっかりと掴んで乗っております。わかりますか。ちょっと待ってね、エンタ君。そうだ、後ろのお客さん見えてますか。このように、はい、しっかりと掴んで乗っております。絶対に離しません。このようにしっかりと掴んで乗っております。はい、絶対に離しません。これ私の手から離れたら皆さん歩き始めます。さあ、皆さん歩き始めたら拍手、いくよ、お願いします。ありがとうございます。見てください、しっかりと掴んで乗っております。ね、皆さん、エイダ君、このように竹馬乗れるようになるまでなんと1ヶ月です。1ヶ月頑張りました。ありがとうございます。そしてですね、エイダ君、もう一つありましてですね、エイダ君ですよ、もう何があってももう絶対にこけません。これが自慢でございますよ。なんだ。さあ、それでは皆さん、あと半周頑張ります。うまく真ん中まで戻ってきたらね、円太くんにもう一度大きな拍手お願いいたします。頑張って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 、こけてる。演技早い。円太くん、結構受けたよ。失礼いたしました。ありがとうございます。私たちの唯一のネタでございました。ありがとうございます。ですが皆さん、エイタ君、このように竹馬乗って歩いてこけてだけではありません。いかがで、はい、さあ、ここから真剣モード、さらにハードル追加させていただきます。よっ、はい。さあ、ピンときてるお客様もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ご覧いただきましょう。君、頑張って、滝馬に乗ったまま、はい、ジャンプです。もう一度、遠田君、頑張って、よ、はい、よいしょ。いいですよ、ありがとうございます。さあ、こっからですよ、さらに難しくなります。皆さん、笑顔で、はい。さあ、こっからさらに数を増やします。さあ、今度は3つ連続でいきます。頑張って、ありがとうございます。頑張ります。頑張れ、頑張って、エンタ頑張れ、頑張れ、応援してもらってる。それでは皆さん、いきます。エンタの3つ
連続頑張って。はい、あ待て、はい、演技それ知ってしたん。今のは失敗でございますただの、ただの失敗でございますね。残念やったね。遠田君大丈夫大丈夫大丈夫、落ち着いたらできるよ。遠田君頑張っていこう。はい、よいしょ、いこう、ほっ、よいしょ。あ、ちょっと待って、ちょっとごめん、投げ方失敗しました。もう一回いきます。遠田君いこう。はい、そうだ、よいしょ、いこう、はい、よいしょ、頑張って、そう頑張って、いこう、はい、そうだ。あ、遠田君ごめん、ごめん、こっちだった。逆逆、こっちから頑張って、そうだ。それでは2度目のチャレンジさせてください。それではいきます。遠田君頑張って、いこう。はい、はい、はい、じゃあ頑張りました。よく頑張った遠田。さあ、それではちょっと失敗もあったんで、ここで名誉挽回させてください。皆さん今度は3つ一気。うわ、皆さんお兄ちゃんなんていいリアクションなんでしょう。ありがとうございます、皆さんこの技が終わったら最後メインの大技に移ります。ですが皆さんこちら決まった時持って、はい、エンタに大きな拍手よお願いいたします。はい、よいしょ、決まりました。さあ戻ってきて、さあ決まった時は、はい、離せ、はい、離せ、かっこよくほっ、爆手です。ありがとうございます。けど前で前で頑張りました。ありがとうございます。さあ待てよ。さあそれでは皆さんお待たせいたしました。まだ次が最後でございます。後ろにある大きな階段を使います。あ、まだほら、おいで、やる気満々。あんなほら、ありがとうございます。さあそれでは皆さん、次が最後の技になるんですが、その前に大切なお話があります。なぜ体の小さな遠田君がこんなに一生懸命頑張るのか、それは皆様からの温かい拍手応援のおかげです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。それとですね、あと私たちもう一つ頑張れる理由があります。それは皆様からのご理解のあるご祝儀によって私たち日々支えられております。ありがとうございます。私たち新人コンビ、今日こちら北播磨エコミュージアムさんでできるということで、ものすごく張り切りまして、はい、しっかり巻いて、はい、こちらの大きなカゴをご準備させていただきました。最後の技決まった後、こちらのカゴを前に置きます。その時にエンタに対する評価をよろしくお願いいたします。これはちなみになんですが、今日エンタ君見て偉かった、これからも頑張ってほしいと思った皆様の優しいお気持ち、できるだけエンタ君にも分かりやすい形に変えて入れていただけますと、私たち今後の励みになります。そして本日高評価500円以上入れていただいたお客様、こちらご縁カードの方をプレゼントさせていただきます。お猿の縁と皆様のご縁を掛け合わせたとても縁起のいいカードです。ぜひお納めください。違いまいで立つ、さて、それでは皆さん、次が最後の技です。たくさんの拍手5000円しけてもらえて、はい、立て、たくさんの拍手5000円をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。立て、はい、立つ。それではお待たせいたしました。最後の大技、発想飛びです。行こう。止まる。はい。さあ皆さん、細かなルールの説明はいたしません。飛んだ後の、はい、立て、着地にご注目。ほっ、逆立ちです。ありがとうございます。さあもうここまで頑張って、はい、立つ、はい、立て、足がついたら皆さんやり直します。まだよ。さあまだまだ距離を広げさせていただきます。さあ皆さん、距離が広がれば広がるほど難しい、頑張って、はい、逆立ちです。そうだ、ありがとうございます。反対側から逆立ちのまま上まで登ります。そういくよ、まだ、はい、だって褒めてあげてください。立つ、頑張ってます。ありがとうございます。それでは皆さん、あと1回だけ伸ばします。こちらでございます。頑張るよ遠田君。さあ皆さん、この技にはある思いが込められております。もともと昔、お猿さんは神様の使いと言われておりました。皆様の願いを託して思いを届ける架け橋となる、この技にはそういう思いが込められております。
今皆さんの願い思い彼に託してください。行こう、頑張って。行こう、止まる、立て。それでは行きます。エンター、緊張感持って、はい、立とう、頑張れ。まだった、一発で行こう。そして最後上まで行こう、登ります。そう、行くよ。そして最後手の上でほっ、逆立ちでございます。そう、まだよ、まだ。はい、立て。もう一人の君に大きな拍手お願いいたします。ありがとうございます。よく頑張りました。さあ、それでは皆さん最後ご挨拶させてください。私たち新人コンビサルダンマイ、最後までのお付き合いご声援ありがとうございました。